いたの？やっぱり動いてない？動かないね。ともちゃん？ともちゃん、一体どうしちゃったの？でもなんかすごく面白かったね。
局動かなかったよね、骸骨。約束。でもいいんだ、許してあげちゃおう。だって最高に楽しかったんだもん。楽しませてくれた代としてチャラってことにしてあげるね。しびれてきて、うん、左手なんだけどね、もう感覚がなくなってきちゃってるみたいで。病院とかなんとかってことじゃないと思う。って普通気づかない？それって完全に見間違えてると思うんだけど。生物室から逃げ出すとき、ともちゃん、ともちゃんの方がすぐに病院行くべきなんじゃないかな。大丈夫。だって本当はちょっと。なんでもない。教えてあげなきゃならないことがあるんだ。あのね、ともちゃん、もうね、もう終電ないよ。歩いて帰るしかないんじゃないかな。こっからだともっとだよ。多分少なくても2時間はかかると思う。だってその代わり？うん、わかった。
曜日がなくなったら火曜日が憂鬱になるんじゃないの？そんなこと言ってたら結局1週間全部がなくなっちゃうよ。ずっと永遠に日曜日なの？はあ、それってあんまりにも荒唐無稽すぎない？小学生だって、ううん、幼稚園生だってもっと現実的な夢持ってると思うよ。ともちゃん、あの番組そんなに好きだったっけ？泣くとこなんかないと思うけど。あれはコメディだってば。ところでともちゃん、宿題ちゃんとやってきたよね？宿題、原告の宿題だよ。前の授業で出されたじゃない。寝てたでしょ。ってことは当然やってるわけないか。ほーん、そっか。隠してないよ。隠してないってば。それはでも知らない方がいいと思うよ。じゃあ言うけどでもあまり気にしちゃダメだからね。あのね、今日の宿題ってやってきただけで中間テストの点数に20点加算してくれるんだって。前の授業の時にそう言ってた。その程度ってかなり重大なことだと思うけど。だってみんな絶対やってきてるはずだし、無条件でともちゃんの点数から20点引かれるようなもんだよ。そう来るだろうと思った。ゆえはね、別に構わないんだよ。でもね、ともちゃん、今日の原告って何時間目か知ってる？1時間目。絶対に無理だもん。絶対写し終わんないってば。かなりの量だしね。教えない方が良かったでしょ。
ねえ、起きてよ。さっきから何ブツブツ言ってんの？あ、城ヶ崎先生、こんにちは。ともちゃんも意外と単純だね。レモンおかげで目覚めたでしょ。いいえ、どういたしまして。なんだって？起こしに来たの。それが用事。ダメだよ、ともちゃん、授業サボったりしちゃ。普段ならともかく今はテスト前でしょ。試験範囲とかどこが出るとか、そういう大事なこと聞き逃しちゃうよ。そりゃあ時には大事かもしれないけど。そりゃ1時間ぐらいなのね。ともちゃん、ゆえは授業抜け出してきたわけじゃないよ。授業はもう終わったの。本日の授業はすべて終了いたしました。早退したのかと思ってたよ。そうみたいだね。なんだって、まさかずっと屋上にいたなんて思わなかったもん。それって何か違うと思うんだけど。え？
てもそれているような。頼むって言ったって、さっきまで必要枠がどうのとか心にゆとりが何たらとかって切々と訴えてたじゃない。なーに、汚れてるよ。つけないって。全然可愛くない、みつぼらしいだけ。んなもんいつの時代でも流行ってないってば。しょうがないな。うん、取れたよ。試験前だから部活は休みなんだよ。猫じゃないよ。みーん猫ぴょんだよ。